パーボ、ヨハンネス・ヌルミは、フィンランドの中距離層と長距離層選手。20世紀初頭に長距離層を、ほぼ支配したことから、フライングフィンと呼ばれた。生涯を通して1500メートル競争から20キロメートル競争まで、合計22の公式世界記録を作り、下級オリンピックに3回出場して合計金、メダル9個、銀メダル3個を獲得した。 その絶頂期には800メートル競争以上の距離で121レース無敗であり、14年間の運動選手障害において、クロスカントリー競争と1万メートル競争で無敗を維持した。労働者の家族に生まれたぬるみは12歳に学校を中退して家計を支えた。15歳の頃に1912年、ストックホルムオリンピックにおけるハンネスコーレマイネンの 勝利がもたらしたオリンピック熱に感銘を受けて厳しいトレーニング計画を開始した。ヌルミは兵役の最中に頭角を表し、1920年アントワープオリンピックの訓練中にフィンランド記録を作った。5000メートル競争で銀メダルを獲得した後、1万メートル競争とクロスカントリー競争で金メダルを獲得した。1923年、 ヌルミは史上初1マイル競争と5000メートル競争と1万メートル競争の世界記録を同時に保持する選手であり2017年現在まで二人目は現れていない1924年パリオリンピックで再び1500メートルと5000メートルの世界記録を作ったがこの2試合の間は1時間しかなくヌルミは2時間内に金メダルを2個獲得した彼は パリの国書に、マルディに返さないように、金メダルを合計5枚獲得した。しかし彼は、フィンランド当局に1万メートル競争への参加を拒絶され、そのことを苦々しく思っていた。1925年の長いアメリカツアーの後、ヌルミは怪我とモチベーション低下に悩まされ、ビレリトラやエドビン・ビーデが強敵として立ちはだかるようになった。 1928年アムステルダムオリンピックでは1万メートル競争の金メダルを再び獲得したが5000メートル競争ではリートラに3000メートル障害ではトイボロ・オコラに敗れて銀メダルとなった彼は続いてさらに長距離な競争である1時間競争と25マイル競争に挑み世界記録を打ち立てた彼は憧れのコーレマイネンと同じように 選手生涯の最後をマラソンの金メダルで飾ろうとしたが、国際陸上競技連盟の委員会は1932年、ロサンゼルスオリンピックの直前に、ヌルミがアマチュアかどうかに疑問を呈し、オリンピック開幕式の2日前に、ヌルミの参加資格を取り消した。これにより、スウェーデンとフィンランドの関係が緊張、反国際、陸連の風潮が巻き起こった。 結局、ぬるみをプロ選手とする宣言はついぞ発されなかったが、ぬるみの資格取り消しは1934年に確定、彼はそのまま引退した。その後、ぬるみはフィンランド奏者のコーチになり、冬戦争中にはフィンランドのために募金し、男性用医療品店の経営、建築業者、株式トレーダーなどの職につき、やがてフィンランドの大資産家になった。 1952年ヘルシンキオリンピックでは最終聖火ランナーを務めた。ぬるみの速さと性格のつかみどころのなさにより、ファントムフィンなどのあだ名をつけられた。一方、彼の功績、トレーニング法と双方はそれ以降の中長距離走者に影響を与えた。常にストップウォッチを持って走ったぬるみは、均一速度双方と分析的なトレーニング法の発明者とされ、 またランニングを世界的にメジャーなスポーツにした人とされている。ヌルミの家族、1924年撮影。ヌルミは1897年、フィンランド対抗国のトゥルクで、ダイクヨハン・フレドリク・ヌルミとその妻マティルダ・ビルヘルミーナ、来年の間の息子として生まれた。ヌルミの兄弟姉妹である、シーリ、サーラ、マルティ、ラハヤは、それぞれ1898年、 1902年、1905年、1908年に生まれた。1903年、ぬるみ一家は、ラウニストラから、トゥルクの中心にある49平方メートルのアパートに、転居、1932年までそのアパートに住んだ。ぬるみと彼の友人たちは、イギリスの長距離走者、アルフレッド・シュラブンに感銘を受けており、定期的に6キロメートルを走るか歩いてる一サロ。 島に行って、そこで泳いだ後、帰り道も同じようにした。時にはこのトレーニングを1日2回行った。ぬるみは11歳までに1500メートルを5分2秒で走った。ぬるみの父ヨハンは1910年に、妹のラハヤは1911年に死去した。ぬるみ一家の家計が苦しくなり、台所を別の家族に貸し出して、自分たちは一室に住んだ。 ぬるみは学問の才能があったが退学してパン屋の使い走りとして働いた。彼は走るのをやめたが仕事で重い台車を押しながらトゥルクの急坂を登ったことが運動の代わりとなった。彼は後にこの運動が彼の背筋と足腰を強めたと述べた。ぬるみが15歳になった時ハンネス・コール・マイネンが1912年ストックホルムオリンピックで勝利、世界中に フィンランドの国名を知らしめたと言われた。この出来事に、ヌルミは陸上競技への興味を再燃した。彼は数日後に初めてスニーカーを購入した。トレーニングとしては夏にクロスカントリー競争を、冬にクロスカントリースキーを行った。1914年、ヌルミはスポーツクラブのトゥルン・ウルヘールリートに加入、初めての3000メートル競争で勝利した。その2年後、 彼はトレーニング内容を変更して、ウォーキング、スプリント、体操を追加した。彼は転職して、トゥルクのアブ、HR バーグ &CO という工房で働き、引き続き家計を支えた。その後、1919年4月にポリ旅団のマシンガン中隊で兵役を始めると職を辞した。1918年のフィンランド内戦では、政治的には、 消極的のままで仕事とオリンピックへの野心に集中した。内戦が終結した後もフィンランド労働者スポーツ協会には加入しなかったが協会に寄稿して同僚や運動員に対する差別を批判した。ぬるみ、1920年アントワープオリンピックの予選にて、ぬるみは兵役中の陸上競技試合で頭角を表した。他の人々が更新する中、 ぬるみはライフルを肩に、さらに砂を積んだバックパックを背負って、全距離を走った。ぬるみの頑固な性格により、可視館とはうまくいかなかったが、上級の士官に好まれた。指揮官のフーゴ・オステルマンは、スポーツの大ファンだったため、ぬるみ他数人は練習のための自由時間を与えられた。ぬるみは、弊社で、新しいトレーニング法を編み出した。すなわち、歩幅を引き伸ばすために、 干渉機に捕まって列車の後ろを走った。さらに足を強化するために重いアイアンクラッドブーツを使った。ヌルミは個人記録を更新するようになり、オリンピック選抜に必要な成績に近くなった。1920年3月5町に昇進した。1920年5月29日には地震初となるフィンランド記録を3000メートル競争で作り。 7月には1500メートルと5000メートル競争のオリンピック予選を勝ち抜いた。この時期のヌルミの記録は下記である。ヌルミ、1924年パリオリンピックにて、ヌルミの国際でのデビューは1920年8月にベルギーで行われた1920年アントワープオリンピックである。彼は5000メートル競争でフランスのジョゼフ・ギルモ選手に負けて、 初のオリンピックメダルとなる銀メダルを獲得した。ヌルミがオリンピックでフィンランド以外の選手に負けたのはこれ1回きりとなった。彼は残りの3競技で全て金メダルを得た。1万メートル競争では最後のコーナーでギルモを抜き去り、個人記録を1分以上更新した。クロスカントリー個人ではスウェーデンのエリック・ベックマンを破り、クロスカントリー団体では ヘ平キリーマ対年とテオドルコスケンニエミと共にイギリスとスウェーデンに勝利した。ヌルミが勝利したことで家族は少し裕福になり伝統と水道水を使えるようになった。ヌルミ自身は奨学金を与えられヘルシンキのテオリススコール工業学校に進学した。ギルモに敗北したヌルミは様々な試合を実験として行い細かく分析した。 ぬるみはそれまで最初の数週における猛烈な先行で知られたが、彼はストップウォッチを持って走るようになり、全距離を通じて、等速で走るよう努力した。彼は走りのテクニックを完璧なまでに高め、それは相手の成績が彼の順位に影響しなくなるほどだった。ぬるみは1921年にストックホルムで地震初となる世界記録を1万メートル競争で作った。 1922年には2000メートル、3000メートル、5000メートル競争の世界記録を塗り替えた。さらに1923年2500メートル競争と1マイル競争の世界記録を更新した。1マイル、5000メートル、1万メートル競争の世界記録を同時に保有したのは2017年時点で、ぬるみただ一人であった。ぬるみは800メートル層にも挑戦。 1923年のフィンランド選手権をフィンランド記録を更新しつつ勝利した。ヌルミは数学を学んで優秀な成績を上げた後、1923年にエンジニアとして卒業、家に戻って次のオリンピックを準備した。ヌルミが1924年春に膝を怪我したことで1924年、パリオリンピックの参加が一時危うくなったが、彼は回復して、 一日二回のトレーニングを再開した。6月19日、ヌルミはオリンピックのスケジュールを試そうとして、ヘルシンキのエラインタルハ競技場で1500メートルと5000メートルを1時間内に走り、両方とも世界記録を更新した。パリのオリンピックで行われた1500メートル競争の決勝戦では、最初の800メートルを世界記録更新の時よりも3秒ほど、 早く走った。ぬるみに挑戦できたのは、アメリカのレイ・ワトソンだけだったが、最後の一周で諦めたため、ぬるみは速度を少し落としつつ、ビリー・ジェイラー、ハイラ・ラブリストー・ストーラード、ダグラスローに勝利、それでもオリンピック記録を3秒下回って更新した。しかし、五千メートル競争は千五百メートル競争から二時間未満で、開始、すでにメートル障害と万メートル競で、 金メダルを獲得した、同じく、フィンランド出身のビレ・リトラが強敵として立ちはだかった。リトラとエドビン・ビーでは、ぬるみがきっと疲れていると考え、世界記録のペースで走って、彼にエネルギーを使いをせようとした。時計ではなく二人の男と競争していたことがわかると、ぬるみはストップウォッチを傍らの草に放り投げた。やがて、ビーのペースが遅くなり、 ヌルミとリトラのみが競争を継続した。最後の直線では、リトラが外側から走ったが、ヌルミもペースを上げて、リトラを1メートル後ろに維持して勝利した。一方、クロスカントリー競争では45度という酷暑だった。ダメ競争者38人のうち15人が、リタイア、乾燥した走者でも8人が、ストレッチャーで運ばれた。走者の1人が、 終点のある競技場に着くと小さな円をぐるぐると走りやがて観覧席に当たって人事不正に陥った。B では最初にはリードしたが失神してしまい病院で死去したとの誤報があったほどだった。ヌルミはリトラをほぼ1分半リードして勝利した後も少し疲れたように見えただけだった。フィンランドがクロスカントリー団体のメダルを失ったように見えた中、 平気リーマ対面が混乱しつつ、千鳥足で競技場に入った。しかし、千鳥足であったためほとんど進めていなかった。リーマ対面の前を走っていた選手が終点まであと50メートルのところで失神したため、リーマ対面は終点に着いたと勘違いして走りを止め、競争路の外に出ようとした。観客たちは叫んだが彼に無視された。観客たちがハラハラする中、 彼はようやく自分の置かれた状況が分かり、方向転換して12位でゴール、団体戦の金メダルを確保した。競技場にいた人々はこの光景に衝撃を受け、オリンピック当局はそれ以降のオリンピックで、クロスカントリー競争を禁止した。翌日の3000メートル団体では、ぬるみとリトラが再び1位と2位となり、エリアスカッツが5位でゴールしたおかげで、団体戦の金メダルを獲得した。 ヌルミは5種目で金メダルを5個獲得したが、フィンランド当局がスター走者の間で種目を分配、最愛の1万メートル競争を走れなかったため、そのことを苦々しく思っていた。そして、フィンランドに戻ると、ヌルミは1万メートル世界記録を更新、以降ほぼ13年間破られなかった。彼は、今や1500メートル、1マイル、3000メートル、5000メートル、 一万メートルの世界記録を同時に保持した。米国ツアーの最中のぬるみとカルビンク・ウリッジ大統領、1925年2月21日、撮影。左は上位例。1925年初、ぬるみは広く宣伝された、米国ツアーを開始した。彼は5ヶ月間で競技に55回参加した。最初となるのが1月6日に、 ニューヨーク市のマディソンスクエアガーデンで行われた満員の観客が見守る中での競技であった。彼の米国デビューはヘルシンキとパリでの出来事の再現であった。彼は5000メートル競争でアメリカの上位レートロイド・ハーンを破り世界記録を再度更新した。ヌルミは世紀の競技で屋内競争の世界記録を10種目更新。 稀にしか行われない距離の競争の記録も更新した。彼が参加した競技のうち51回は勝利、1回はリタイア、3回は敗北した。敗北した3回のうち2回はハンディキャップ付きであり、残りの1回は最後の競技でヤンキースタジアムで行われたハンマイル競争だった。この競技ではアメリカ選手アランヘルフリッチがぬるみを下し、 ヌルミは2位となっている。ヘルフリッチの勝利は、ヌルミの4年間通算121連勝記録を集結した。ヌルミは何よりも敗北を嫌ったがこの時は真っ先にヘルフリッチに祝いの言葉を述べた。このツアーによりヌルミはアメリカで大人気になり、彼は大統領カルビン・クーリッチとホワイトハウスで面会することに同意した。ヌルミは、その後、 競技しすぎて燃え尽きることを恐れてアメリカを去った。ぬるみは競争へのモチベーションを維持するのに苦心した。リウマチとアキレス腱の問題にも影響された。彼は1926年に機械製図家の職を辞めビジネスを熱心に勉強した。ぬるみはフィンランド銀行総裁リストリュティを財務顧問として株式トレーダーの仕事を始めた。同1926年には ベルリンでビーデの3000メートル競争世界記録を破り、ストックホルムで記録を再び更新した。ストックホルムでは、ニールス・エクロフがビーデを助けるために、ヌルミのペースを下げさせようとしており、ヌルミは激怒して、未来英語をエクロフと競争しないと宣言した。1926年10月には1500メートル競争で、バイマル共和国のオットー・ペルツァーに敗れ、 1500メートル競争世界記録保持者の座も奪われた。ヌルミが1000メートル以上の競争で敗れるのは5年以上133レースぶりだった。1927年、フィンランド当局は、ヌルミがフィンランドスウェーデン国際陸上競技大会でエクルフとの競争を拒否したとして、国際レースでの競争を禁止、ウィーンでのペルツートの再戦を取り消した。 ヌルミはそのまま1927年のシーズンを終わらせ、11月末まで1928年、アムステルダムオリンピックへの出場を辞退すると脅した。1928年のオリンピック予選では1500メートル競争で、同じフィンランドのハリ・ラルバとエーノプリエに敗れて3位だったため、ヌルミはさらに長距離な競争に集中した。彼は障害層にも参加したが、 それまで障害層には2回しか参加しておらず、しかも前回は6年前のイギリス陸上競技選手権で行われた2マイル、障害層での勝利だった。1928年アムステルダムオリンピックでは3種目に参加した。1万メートル競争をずっとリトラの後ろで走り、最後の直線で加速してリトラを超えて勝利した。5000メートル競争の決勝戦直前。 ぬるみは3000メートル障害の予選で水たまりから、ジャンプした時に転倒してしまい腰と足を捻挫した。フランス選手リュシアン・デュケーヌが止まって、ぬるみに手を貸して立ち上がらせた。ぬるみはお礼として、デュケーヌと並走、ペースを上げさせて、予選の勝利を渡したが、デュケーヌに断られた。その後の5000メートル競争では1万メートル競争の時と同じ手を使おうとしたが、今度は、 リトラが加速したため、ヌルミは追いつけなかった。以前よりも疲れたように見えたヌルミは、ビーデを寄せ付けずに、銀メダルを獲得するのみに止まった。しかし3000メートル障害の決勝戦が翌日に控えたため、ヌルミは、休息や怪我を治療する時間がなかった。ヌルミが、障害物の跳躍に苦しんだため、フィンランド出身で障害層を専門としたトイボローコラが、距離差を広げた。 ヌルミは最後の一周でスパートをかけて他を引き離し、ローコラとは9秒差でゴール銀メダルを獲得した。ローコラは世界記録を更新したが、ヌルミの記録も当時の世界記録より良い成績だった。リトラはリタイアしたが、オーベ・アンデルセンが銅メダルを獲得したことでフィンランドはすべてのメダルを獲得する圧勝となった。ストップウォッチを見るヌルミ。 1928年。ヌルミはスウェーデンの新聞に、これは私が競争路上にいる最後のシーズンです。私は年をとった。15年間走ったので、もう十分走りました。と述べたが、彼は競争を続け、より長距離な競争に着目した。10月、彼はベルリンで1 5トル競争、10マイル競争、1時間。 競争の世界記録を打ち立てた。ヌルミの1時間競争の世界記録は17年間、破られず、1945年にようやくビルヨヘイノが記録を129メートル伸ばした。1929年1月、ヌルミは2度目の米国ツアーをブルックリンから開始した。彼は、室内1マイル競争である罠メーカーマイルで、自身の1マイル競争における初めての敗北を喫し、 アメリカのレイコンジャーに敗れて2着に終わった。この時の成績は、ぬるみ自身が1925年に作った世界記録よりも7秒遅く、1マイルはもはや、ぬるみにとって短すぎたのではないかと考えられた。1930年、20km 競争の世界記録を作った。1931年7月、ぬるみは現代では稀になった2マイル競争の、 世界記録を作り、ラウリ・レイティネン、ラウリ・ビルタネン、ボール、マリーソイコール・ホローを破って、まだ中距離走を走れることを示した。彼は9分以内で2マイルを走れる、初の走者となった。ヌルミは1932年、ロサンゼルスオリンピックでは1万メートル競争と、マラソンにしか参加しないと決め、フィンランドにはその種目のための素晴らしい3人がいるため、 フィンランド代表として5000メートル競争には参加しないと述べた。1932年4月、国際陸上競技連盟カウンシルはフィンランド、陸上競技連盟が、ぬるみがアマチュアかどうかの調査を終わらせるまで、ぬるみを暫定で、国際間の陸上競技から締め出すことを決定した。フィンランド当局は IAF が聞き取りすらせずに、行動したと批判したが、調査には同意した。 当時、IAF では各国の陸連の最終決定に従う慣習があり、AP 通信はフィンランド陸連がぬるみを無罪とした場合、国際陸連もその決定を何も聞かずに受け入れることに疑いはないと書いた。一週間後、フィンランド陸連はプロの疑いには証拠がないとして、ぬるみに有利な判決を出し、 ぬるみはオリンピックまでに競技禁止が撤回されることを期待した。マラソンのオリンピック予選を走るぬるみ。1932年6月26日。ぬるみがマラソンを走るのはこの一回きりとなった。1932年6月26日、ぬるみはオリンピックの予選で初めてマラソンを競争した。彼は古風な短いマラソンにおいて、 水を一滴も飲まずに2時間22分3.8秒で走った。そのペースで走り続けたとすれば、フルマラソンを約2時間29分で走り終わることになり、アメリカのアルバート・マイケルソンが1925年に打ち立てた当時のマラソン世界記録である2時間29分1.8秒をちょうど下回ることになる。この予選で、オネルミは最終的にはオリンピックで、 銅メダルを獲得することとなるトイボ年よりも6分早く走り終わった。ヌルミの成績は短いマラソンの非公式世界記録を作った。ヌルミはもう十分であると考えアキレス圏の問題もあってリタイアした。フィンランドオリンピック委員会はヌルミを1万メートル競争とマラソンの2種目に参加登録した。ガーディアン氏は彼の予選における成績のうちいくつかは ほぼ信じられないものだったと報じ、ぬるみも怪我にを返さずに、ロサンゼルスの選手村で訓練を続けた。ぬるみは、ハンネス・コーレ・マイネンが第一次世界大戦直後に、下野と同じように、選手障害をマラソンの金メダルで終わらそうとした。1万メートル競争から3日前にも満たない時、ぬるみを暫定で締め出した7人と同じ構成の IAF 特別委員会は、 ぬるみの参加登録を無効とし、ロサンゼルスで競争することを禁じた。IAAF 会長、ジークフリード・エドストレームは、翌日に始まる IAAF 総会では、ぬるみの参加資格を回復することはできず、ぬるみの一件での政治的影響と最低の手順を再検討するのみに止まると述べた。AP 通信はこれを、国際陸上競技史上最もずるい政治行動と、報じ、 オリンピックがまるでキャストに名高いデンマーク人がないハムレットのようだと書いた。ヘルシンキでは数千人がこの裁定に抗議した。証拠などの詳細はマスコミには公表されていないが、ぬるみに不利な証拠はドイツの競争主催者が1931年秋にぬるみがドイツで走る時1レース250ドルから500を受け取ったとの証言とされている。 この証言は、エドストレームが、カール・リッター・ホン・ハルトに手紙を書き、もし彼がヌルミに不利な証拠を提供しない場合、残念ながらドイツ陸上競技連盟に厳しい措置をしなければならないだろうと脅した後、ハルトより得られた証言である。フィンランド選手は当然ながら、ヌルミを支持したが、それ以外の選手全員もマラソン競争の前日に、連盟でヌルミの参加を受け入れるよう嘆願した。 エドストレームの右腕で IAAF 事務総長、スウェーデン陸連会長のボーエケルンドはフィンランド当局に接触、競技外でヌルミがマラソンを走れるよう手配することができるかもしれないと伝えた。しかし、フィンランドは選手がプロでない限り必ず正式に競争する権利を有するとの立場を崩さなかった。ヌルミは2週間前にアキレス腱を痛めたと診断されたが、 ぬるみは2位から5分引き離して勝利できると言った。コーレマイネンやぬるみに刺激を受けて、トレーニングを積み、ロサンゼルス大会のマラソン、日本代表となった津田聖一郎は、ぬるみと一生に一度、競技生命をかけた戦いをしたいと考えており、不出場にショックを受けたと、大会から約半世紀後に述べている。ロサンゼルスオリンピック時に、マラソン、日本代表と面会したぬるみ。 IAF 総会は、ぬるみをプロだと宣言しないまま終了したが、ぬるみを出場停止とした決定は13秒対12票で維持された。しかし、票数が近かったため、最終決定は1934年にストックホルムで開かれた総会まで持ち越された。フィンランドは、スウェーデン当局がぬるみをアマチュアでないと判断させるために卑怯な手を使ったと非難。 スウェーデンとの陸上競技交流をすべて中止した。前年の1931年にはすでに競技場上場とマスコミでの論争によりフィンランドがフィンランドスウェーデン国際陸上競技大会から脱退しており、ヌルミの資格停止によりフィンランドは1939年まで大会に再参加しなかったヌルミはプロになることを拒否、フィンランドでアマチュアとして走り続けた。 1933年、彼は3年ぶり2500メートル競争を走り、1926年以来の最高記録で勝利した。1934年8月の IAF 総会ではフィンランドが2つ提案したが、いずれも否決された。総会は続いて、IAF のアマチュア規則を違反した選手を資格停止する権利を総会に与える議案を審議した。 多くが投票しなかった議決では賛成12票と反対5票によりぬるみが国際アマチュア陸上競技における資格停止処分を受けることが最終的に決定された。3週間すら経たない1934年9月16日、ぬるみはビープルで1万メートル競争を勝利した後引退した。ぬるみは14年間の選手障害において1万メートル競争で無敗を維持した。 クロスカントリー競争では19年連続で無敗だった。自身の店にいる、ぬるみ。1939年撮影選手障害の中、ぬるみはトレーニング法を秘密としたことで知られている。彼は常に一人で走り、果敢にも彼と並走した人がいる時はペースを上げて、その人を疲れさせた。一緒にクラブに行ったりしたフィンランドの選手、ハリラルバですら多くは知らなかった。 選手障害が終わった後、ヌルミはフィンランド陸連のコーチになり、1936年ベルリンオリンピックのために奏者のトレーニングに当たった。1935年、陸上競技におけるスウェーデンとの交流を回復する、議案が40票対38票で通過すると、ヌルミと陸連の役員会全員が連盟から脱退した。しかし、ヌルミは3ヶ月後にコーチとして、 訓練を再開、フィンランドの長距離走者がベルリンオリンピックで金メダル3個、銀メダル3個、銅メダル1個を獲得する成果を出した。1936年、ヌルミはヘルシンキで男性用医療品店を開いた。この店は有名な観光地になり、エミールザトペックなどはヌルミに会おうとして店を訪れた。一方、ヌルミは 店の奥で建築業という新しい事業に乗り出した。彼は建築業者としてヘルシンキでそれぞれ100室を有するアパートビルを40軒建てた。彼は5年のうちに100万長者となった。選手障害では最大のライバルだったリトラはやがてぬるみが建てたアパートの一室に住んだ。ぬるみは株式市場でも儲けを出し、フィンランドの長者番付の一人となった。 フィンランドとソビート連邦の間の冬戦争の最中である1940年2月、ヌルミは古文のタイスト・マキと共にアメリカに戻ってフィンランドへの支持を集めフィンランドのために募金した。救援募金は元米大統領ハーバート・フーバーによって指揮され、ヌルミとマキはアメリカを横断して逆側の海岸に向かうツアーを行った。フーバーは二人を 世界最大のスポーツ強国からの大使として歓迎した。サンフランシスコ滞在中、ヌルミは教え子の一人で1936年オリンピックで金メダルを獲得したグンナーヘッケルトが戦死したとの知らせを受けたヌルミは4月下旬に帰国後に継続戦争で輸送中隊とトレーナーとして働いた。 1942年1月に除隊する前、ぬるみは2等軍曹、続いて1等軍曹に昇進した。オリンピック聖火を転化する、ぬるみ。1952年。1952年、ぬるみは、元フィンランド陸連会長のフィンランド首相、ウルホ結婚年に説得されて、1952年、ヘルシンキオリンピックで、オリンピック聖火をヘルシンキオリンピックスタジアムに持ち込む。 最終成果ランナーを務めた。観客は、ぬるみが現れたことに驚き、スポーツイラストレーテッドは、彼の名高い大たは、群衆にとって、間違いようもなく、彼の姿が現れた時はスタジアムに、音の波が響き始まり、続いて、方向に、やがて雷へと大きくなっていった。フィンランドチームは整列していたが、ぬるみの姿を見るや興奮した学生のように、 競争路の縁に走ったと報じた。聖火台を点火した後、ぬるみは聖火を憧れのコー毎年に渡し、コー毎年は、塔にあるかがり火を点火した。ぬるみは取り消された1940年、東京オリンピックでは、フィンランドの金メダル獲得者50人を率いる予定だった。ぬるみは、運動選手として、名声を得すぎ、商人として、名声を得なさすぎたと考えたが、 彼の競争に対する興味が薄れることはなかった。彼は数度競争路に戻って走ったほどだった。1946年、彼はギリシャ内戦の被害者のために募金して、昔からのライバルであるエドビィン・ビーデと共にストックホルムで競争した。ヌルミの最後の競争は、ニューヨーク陸上競技クラブの招待で1966年2月18日に、 マディソンスクエアガーデンで行われた競争である。1962年、ヌルミは、福祉国家が長距離競争で不利であると予想。国の生活水準が高いほど、努力と困難が必要な種目における結果が悪くなる。私は新世代に警告したい。この快適な生活で怠惰になるな。新しい交通手段に、運動の本能を消滅されるな。 短距離でも自動車で行く若者が多すぎると述べた。1966年、ぬるみはスポーツクラブのゲスト300人を前に演説、フィンランドの長距離走の状態を批判して、スポーツ官僚をただの売名会や旅行者だと叱り、運動選手に何かを成し遂げるために全てを投げ打つよう求めた。その後、ぬるみは1970年代に、 フィンランドの陸上競技が回復の兆しを見せたのを見届けることができた。この年、ラッセ・ビレント・ペッカ・バサラが1972年ミュンヘンオリンピックで金メダルを獲得した。彼はビレンのそう姿を褒め、バサラにはキプチョゲ・ケイノに注目するよう助言した。1964年に例大統領リンドン・ジョンソンの招待を受けてホワイトハウスを再び訪れたものの、 ぬるみは1960年代末にマスコミのインタビューを受けるようになるまでかなり陰遁した生活を送った。1967年、ぬるみは70歳の誕生日にフィンランド国へ放送のインタビューを受けることに同意したが、それは大統領ウルホケッコネンがインタビュアーを務めることを知ってからのことだった。ぬるみの健康は悪化しており、 少なくとも一回心臓発作を起こしたほか、卒中を起こしており、目も悪くなった。彼は時には運動について苦々しく思うようになり、科学や芸術と比べて時間の無駄であると述べた。彼は1973年にヘルシンキで死去、国葬の待遇を受けた。結婚年は葬式に出席して、ぬるみに惨事を述べた。人は地平線まで探して、 後継者を探した。しかし誰も来ず、これからも誰も来ない。彼の優秀さは彼と共に消滅したのだ。クラシック音楽を好み、バイオリンを弾いたヌルミの望みで、葬式中にコンスタ・ユルハのバイエンヌとビュールが演奏された。ヌルミが作った世界記録のうち、室内2000メートル競争の記録は、 フィンランド記録として1925年から1996年までの71年間、破られないままだった。体操姿のぬるみぬるみは1932年から1935年まで、社交界の花形シルビー・ラークソネンと結婚していた。しかしラークソネンは、陸上競技に興味を持たず、生まれた子供マッティを奏者になるよう育てようとしたぬるみ。 に反対して1933年に AP 通信に彼が陸上競技に集中したことは最終的には私を離婚のために裁判所に行かせたと述べたマッティぬるみは後に中距離走者になりその後は独学でビジネスに進出したぬるみとマッティの関係は窮屈であると言われているマッティは父を陸上競技選手よりもビジネスマンとして尊敬しており 二人は競争について話し合ったことはなかった。走者としてのマッティは3000メートル競争の成績が最もよく父と同じ成績を達成した。1957年7月11日に3人のオラビが1500メートル競争の世界記録を更新した有名なレースではマッティ・ヌルミは個人ベストを出したが9位に終わり、父が1924年に作った。 世界記録よりも2.2秒遅かった。バンパイラで知られる女優のメイラぬるみは、パーボぬるみの名であると言われたが、この親族関係は公式文書での証拠はない。ぬるみは、フィンランドのスポーツマッサージとサウナ入浴の監修を、好み、1924年パリオリンピックで国書の、下でも好成績を出せたのは、フィンランドサウナのおかげであると述べた。 彼は15歳から21歳まで菜食を行ったが、それ以外では何でも食べた。ぬるみは神経衰弱とされており、無口、無表情、頑固などと言われた。親友がいたとは信じられていないが、たまには社交生活を行ってその小さな交友関係の輪で、皮肉的なユーモアを披露したという。その絶頂期には、世界中で最も有名なスポーツ選手とされていたが、 ヌルミは世間の注目とメディアを嫌っており、後に75歳の誕生日の時に世界的な知名度と名声は腐ったコケモモよりも価値が低いと述べた。フランスのジャーナリストガブリエル・アノはヌルミのスポーツに対する集中を疑問視し、1924年にヌルミがこれまでになく本気、無口、悲観的、熱狂的、そして集中している。 彼の中の冷たさと強い自制により、彼が感情をあらわにすることは一瞬たりともなかったと書いた。同時代のフィンランド人の間では一部が彼に、スーリバイケニアというあだ名をつけ、ロンクラークは後に、ぬるみがフィンランドの奏者やジャーナリストにとってすら謎であると述べた、彼らに対しても本当の自分ではいなかった。彼は謎めいており、ぬえ的で雲の中の神様のようだ。 まるで全時間に演劇の役を演じているみたいだった。ぬるみは同僚の奏者に対してはメディアより多くを述べた。彼はアメリカの短距離奏者、チャールズ・パドックと意見交換をしており、ライバルの夫ペルサーとは一緒にトレーニングすらした。ぬるみはペルサーに敵を忘れるよう言った。自分に打ち勝つことがアスリートにとって最も大きな挑戦だ。ヌルミは 心理的な強靭さを重要視したことで知られており、精神がすべてだ。筋肉など、ただのゴムの塊だ。私の精神があるから私がいるのだと述べた。競争路上にいるぬるみについて、ペルツアーは、彼の無感覚はまるで物だが、競争路で滑走しているようだ。ストップウォッチを手に、一周また一周と、テープに向かい、数学テーブルの規則にしか従っていないと述べた。 マラソン選手のジョニー・ケリーは1936年オリンピックで初めて憧れのぬるみに会った。彼はぬるみが初めには冷たかったが、ぬるみが彼の名前を聞いた後に割と長く話し合っており、彼は私の手を握った興奮した様子で、信じられない、と回想した。ぬるみの速さと性格のつかみどころのなさにより、ファントムフィン、奏者の王様、 無比のパワーボなどのあだ名をつけられた。一方、彼の数学における技術とストップウォッチの使用により、マスコミは彼を走る機械として描写した。とある記者は、ぬるみを時間を消滅させるために作られた機械のフランケンシュタインと形容した。フィル・コウジノーは、ロボットが現代の霊魂のない人類を代表するようになる、時代。 彼自身が発明したストップウォッチでペースをつけるテクニックは人々に霊感を与えるのと同時に困惑させた。大衆向け新聞では、ぬるみに関する噂としては、彼が危険的な心臓を持ち、脈拍数が異常に低い、というものがある。ぬるみがアマチュアかどうかの論争の最中、ぬるみは世界中の運動選手の中で最も低い。 脈拍数と最も高い定時価格を有した選手であると言われた。フィンランドから遠く離れた日本においても、ぬるみは同時代において知られた存在であった。詩人の高村光太郎は1929年9月に書いた詩、ある筆記通話に、ぬるみのぬという一節を入れている。アテネウム美術館にある、ぬるみ像の前に立つぬるみとバイアールト年、1930年代の 写真。ヌルミは1500メートルから20キロメートルまでの競争の公式世界記録を合計で22更新しており、更新数自体が新記録である。非公式記録も多く作り、公式記録と合わせて合計58となっている。国際陸連は1980年代まで屋内記録を認可しなかったため、ヌルミの屋内世界記録は全て非公式である。 ヌルミの生涯オリンピックで金メダルを最も多く獲得した選手という記録は1964年に体操選手ラリサ・ラチニナが1972年に競泳選手マークス・ピッツが1996年に陸上競技選手カール・ルイスが並び2008年に競泳選手マイケル・フェルプスに破られたヌルミの生涯オリンピックでメダルを最も多く 獲得した選手という記録は1960年にフェンシング選手エドアルド・マンジャロッティが13個目のメダルを獲得したことで破られた。タイム雑誌は1996年にヌルミを最もすごいオリンピック選手であると選び、国際陸連は2012年に陸上電動入り選手を初めて選抜したとき、ヌルミはその時に選ばれた選手12人の一人となった。 ぬるみは常にストップウォッチを持って走り、均一速度走法を発明して一レース間にエネルギーを均一に消費した。この走法を使用した理由について、ぬるみは時間と競争するとき、スパートをかける必要はない。テープまで一様に辛いので、他の人はそのペースを維持できない。と述べた。アーキー・マクファーソンは常にストップウォッチを手に持った。彼は、 陸上競技において賢く努力することを新しい水準に上げ、現代科学で武装した陸上競技選手の先駆者となったと述べた。ヌルミはトレーニングにおいても先駆者として知られ、彼は一年中を通してトレーニングを行う系統的なプログラムを作成、長距離走とインターバルランニングを組み込んだ。ピーター・ラブゼンは著作の長距離の王。 偉大な走者5人に関する研究でぬるみが世界記録の更新を加速。分析的なトレーニング法を発展させて、それを具体化。フィンランドだけでなく、世界の陸上競技全体に対しても大きな影響力を有した。ぬるみのスタイル、テクニック、戦術は絶対確実とされ、実際にフィンランドの選手が模倣して記録を更新してきたことから、なおさらだった。 と述べた。トラックフィールドニュースの創刊者コードナー・ネルソンは、競争が多くの観客を集めるスポーツに発展したことについて、ぬるみがその功労者であると考え、彼の競争における足跡は、空前絶後だった。ランニングが世界のスポーツ観客の眼中に止まるメジャーなスポーツになったのは、誰よりも彼のおかげだった。 世界のスポーツ観客は彼をすべてのスポーツの中で真に偉大な選手の一人とみなした。と述べた。ぬるみの貢献とトレーニング法は、その後数世代もの間、新しいスター奏者に影響を与えた。エミール・ザ・トペックは、子供の頃、トレーニングを受けるときに、私はぬるみだ。私はぬるみだ。と唱え、トレーニング法に、ぬるみのそれについてわかるだけ取り入れた。 ラスセビレンは、ぬるみを崇拝しており、ぬるみが死去した日に初めて、ぬるみに会う予定だった。ヒシャム・エルゲルージは、感銘を受けて、陸上競技選手になり、祖父が語り継げてきた偉大な男の貢献を再現、しようとした。彼は、ぬるみが達成した以降初めてオリンピックの1500メートルと5000メートル、競争の金メダルを同時に獲得した選手となった。ヌルミは、 オリンピック競技場以外でも影響力を発揮した。1928年のオリンピックでは、カジミエシュ・ウィルチンスキーが、鹿部門にて、オリンピックの月景館という詩で、金メダルを獲得したが、この詩には、ぬるみに関する一節がある。また、1936年オリンピックでは、ルートビヒ・シュトゥッペンドルフが、馬の、ぬるみと共に総合馬術の個人戦と団体戦の、 金メダルを獲得した。十フィンランドマルッカの紙幣に描かれたぬるみ。ぬるみの銅像は1925年にバイノアールトネンによって作成された。原作はアテネウム美術館に飾られたが、そのコピーがトゥルク・ユバスキュラ・ヘルシンキオリンピックスタジアムの前、スイスのローザンヌにあるオリンピックミュージアムで飾られている。ヘルシンキ工業大学の学生がした有名な いたずらとして、1628年以降海底に沈んでいたバーサが1961年に引き上げられた時、ぬるみ像のミニチュアがその沈没船から発見されている。ぬるみ像は他にも、レネーシン・テニスが1926年に、カール・エルドが1937年に制作しており、 中でもイルドが1937年に作成したロパレワヌルミとエドビンビーでの競争を描いた。1925年にスウェーデンで出版されたボケンオムヌルミはフィンランド運動選手の伝記としては最初である。フィンランドの天文学者ユルイオバイサラは1939年に小惑星帯の小惑星1740をパーボヌルミと名付け、 フィンエアは1969年に初めて購入したダグラス DC-8 をパーボヌルミと名付けた。ヌルミのライバルだったビレリトラは1970年にフィンランドに帰国した時この飛行機に乗った。1969年より毎年行われたパーボヌルミマラソンはウィスコンシン州最古のマラソン競争であり、アメリカの中西部地域では2番目に古いマラソン競争である。 フィンランドでは1992年以降、ヌルミの出身地トゥルクで同盟のマラソン競争が行われており、また1957年以来、パーボヌルミ大会という陸上競技大会が行われている。フィンランドをルーツに持つアメリカのフィンランディア大学はその陸上競技センターをヌルミにちなんで名付けている。1987年、フィンランド銀行は、 ぬるみの肖像が描かれた10フィンランドマルッカ紙幣を発行した。他の新発行の紙幣には建築家、アルバーアルト、作曲家、ジャンシベリウス、啓蒙主義の思想家アンデルス・キデーニウス、作家エリアスリョン・ロートが描かれている。ぬるみが描かれた紙幣は1993年にバイノリンナが描かれた20マルッカ紙幣に置換された。1997年、トゥルクにある 1890年代に建てられたスタジアムがパーボヌルメンスタデオンに名付けられた。このスタジアムには20件の世界記録が出されており、ヌルミが3000メートル競争の記録を、ジョン・ランディが1500メートルと1マイル競争の記録を、ザトペックが1万メートルの記録をこのスタジアムで出している。フィクションにおいては1974年に出版された。 ウィリアム・ゴールドマンの小説マラソンマンで主役の憧れの的として登場。この小説の主役は、ぬるみよりも偉大な奏者になることを目指した。パーボ・ハービッコが創作、ドーマス・カンテリネンが作曲した偉大なパーボ、偉大なレース、偉大な夢、というぬるみに関する演劇は2000年に、ヘルシンキオリンピックスタジアムで初演された。2005年には、 ザ・シンプソンズのゴー,ゴーが一般というエピソードにおいて、チャールズ・モンゴ・メルバーンズが自身のアンティーク自動車で一度ぬるみと競争して競り勝ったと自慢している。ぬるみがストックホルムでビーデに勝利した1926年7月の競争。ベルリンで行われた競争が始まる時のぬるみ、1926年5月。1952年ヘルシンキオリンピックの 開幕式で競技場に戻ってくるぬるみ。1924年1500メートル競争の世界記録を更新するぬるみ。1926年ベルリンで3000メートル競争の世界記録を更新する途中のぬるみ。ありがとうございます。